どうも皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ということで今回はドッカンバトルをやっていきたいと思います。僕実はですねドッカンバトル結構ガチってましてですね、キャラクターもなかなか勢揃いでございます。ということで今回は新しく新ステージとしてね、超ステージなんて言ったっけな、これインフィニットドラゴンシストリー、これ本当に超激強のイベントなんですけど、これね今まで全部クリアしてきたんですが、新しいステージが追加されました。VS 第6宇宙の潜水艦なんですけど、そこのステージをやっていこうと思います。初見突破をしていきたいと思いますので、こちらニューと書いてあります。完全に初見です。何が出るか分かりません。第6宇宙の潜水が出てくるっていうのは分かるんですけど、どのような配置でどのような属性が出てくるかっていうのはよく分かってないので、やっていきたいと思います。もちろんデータも見てません。VS 第6宇宙ならやるならやっぱ第7宇宙パーティーって思うかもしれないけど、正直ちょっとね怖いんですよね、初見突破するならね。ちょっとなので安全に確実に倒せるやつを、倒せるパーティーで行きたいと思います。私が一番愛用しているのはこの孫悟飯パーティーです。これだとね孫悟飯2に、ね、ならないんですけれども、変身ね、この変身間違えた、覚醒はねこれチーム内にね人造人間16号か、確かセルじゃない人造人間が敵にいる場合発動するんですけど、まあ敵も第60ですし、そもそもパーティーに人造人間16号いないですけども、この状態でも十分強いのでこのパーティーでやっていきたいと思います。アイテムはなるべく使わないようにしたいと思います。僕ね今まで超激戦でねこのパーティーでねほとんどアイテムを使わずにクリアしてきてるので、せっかくならそれで初見突破していきたいと思います。全部 LR です。伝説の誓いのパーティー行ってみましょう。本当第7宇宙でやりたいんですけど、まあまたそれはこれ初見突破してね、どのようなものが出てくる出てくるのが分かったらね、試してと思います。さあまずは体属性、まああんまり関係ないんですけどね、体属性とか。とりあえずこうしといて、ここで一気にこれを持っていける。あんまり使わないんですけど、これさあいきなり攻めてくるよ。いきなり最初が強いのかどうかもよく分かってないですからね。最近のステージはねいきなり最初のキャラクターも強かったりしますから、最初のね一番最初の衝撃戦のイベントだと最初の敵は弱くてだんだん強くなっていくだったんだけど、新しいステージになっていくことにね最初の敵も強かったりするんですよね。そこで油断できたら できないんですよね。さあさあさあ、力属性で相性はいいですよ。このゴジータを後ろにしておくと高確率で回避してくれます。回避してくれない、頼むよ、回避してよ。なんで後ろにしたのに、まあ力属性だったからなんとかなってます。とりあえずねここはねどうしようかな、ベジット前に持ってきておきたいんだよね。後々ベジットとゴジータで組み合わせたいんですよ。ゴジータを後ろにしてこのベジットを前に置いとけば、次のターンでね次のターンでベジットとゴジータの配置になるので、その組み合わせの方が圧倒的に僕はいいので、それに変えるためにわざとこういう配置をしております。いい調子ですね。ご飯が圧倒的に強い。あ、意外と最初のキャラクター強いな、これ。そこまで弱いキャラクターではなかった、倒しきらないからね、このターン。まあいい、ここで時間を稼いでおけば、ゴジータが、そしてベジットが変身するんで、変身したら本領発揮ですから。さあ、それで進めないと。大金です。ステージクリア。次。さあ、その前に変身だ。といった感じで変身しますので、ここからが本領発揮と言えるんですよ。ゴジータもベジットも2体とも持ってますから、私は。いやー、いつ見てもかっこいいな。さあ第2ラウンド行こうぜ。力属性、なるほどね。なんかもったいねえの、ちょっとご飯に使っておくから、とりあえず。おっと、いきなり来たぞ。うわー、きついな。これアイテム使うかもしれないな。まあいいや、初見突破でもアイテム使うと思う。初見突破ならいいですよ。
死ぬよりかはマシだ。アイテムを使わないスバリって言ってるけど、別に使わないスバリって言ったわけじゃなくて、なるべく使わないようにという形ですね。まああまり使いたくないんで、ね、もったいないとかじゃなくて、アイテムなしでも倒せるパーティーというのをね、作りたいんですよ。極めたいというか、なのでなるべくアイテムを使わないようにと心がけております。最初の必殺技がパケモン級に強かっただけか。なんちゅう配置だ。とりあえずこうしとくのか。今だとご飯がたまらないんだけど、まあ仕方がない。あ、たまるわ。ご飯はね、防御力がどんどんアップしてきますので、あのターンがね、あの立つことになりますので、だから後半の敵の攻撃だと思うんですけど、ひざざざ食らってもね、2桁とかになるんですよ、まあ、こういった感じで。こいつは特に相性がいいんで、2桁っていうのは確定ですね。ご飯さんの防御力はね、ダメなんですよ。めちゃくちゃ防御力やばいですから、なかなか倒れてくんねえな。全員溜まるのね。確かに。HP もまあいい感じに保ててますね。このまま行きます。まずはこいつをピックアップです。おお、順調。つってもまだ2ラウンド目だけどね。3ラウンド目。さあさあ来ました。おっと、また力属性か。どうするかな。強く攻撃をして。いいバランスの配置だな、これ。最高だ。ここで一気に HP を削られることができる。あっという間に倒しとってくれよ。ちなみにこのゴジテルは、悟空ベジータがですね、HP がね、半分以下になったらね、ゴジータにフュージョンして HP 全回復ですよね。そういった、回復狙いもあります。まあ、そういうキャラクターがいるからこそ、戦術とかを使わずに倒すことができるっていうのもあるんですけどね。まあそもそもそうなる前に下の独感モードが発動しそうですけど、このターンで。そうすれば HP も元通りですよ。本気を見せてみる。順調すぎるぐらい順調だな。いいね、ここだ。かっこいいよね、ひとつの演出。技名がちょっとよくわかんないけど。さあ突破。キャベが来ましたぞ。この場合は。まあ、ご飯でも大丈夫ですよ。ご飯の防御力を信じてのこれですから。まあちょっと相性悪いけどね。このパーティーにね、地属性がいないからね、技のこう技属性に対してはちょっと難しいんだけど、おっとちょっとでけえの13万が。後ろか、まあいいだろう。ご飯のね、結構 HP 回復するんですよ、これ。キラーここ、意外と防御面が高いのかな。なかなか減らないな。意外と強いのかな、多分。ミツカルが出てくれればな。気に潰れるんだけどな。じわじわと倒していくって感じだね。今のベジットの攻撃も3回ともクリティカルだったら最高だったのに、そしたら死んでたかもしれない。もう一旦はありそうだな。子供のご飯が届けに立つわけはなさそうだった。
そうね。おっと大丈夫かな。ほら全然効かない。4桁で済んでるよ。相性悪いのに。化け物だぞ本当に。やはりこう半端は強すぎるな。ここまで順調とはね。初見突破しよう。もうできるでしょ、余裕しとこら。初見突破さーて、おっと地属性なのか。ちょっと地属性不利なんだよな。どうしよう。とりあえずこうするか。どのぐらいの強さを持ってるか分かんねえからな、初見だと。どう戦っていいか分かんねえんだよな。必殺技が怖いよね、絶対。引っかり出ないか。なかなか出ないね。なかなか出ない。怖い怖い怖い。ベジットで必殺技食らったら結構きついからな、相性的に。とりあえず必殺技を食らうならご飯か、もうゴジータじゃないよ、僕ベジット。ベジットのあれ、ベジットって言うそんな。どうしようかな。あー、家たまんないか、どうか。なので、僕の木玉を、ね、決めて。ここでどのぐらい削れるかだよな。まだね、ゴジータに変身してないから余裕はありますよ。なんなら HP もまだ50万じゃないですか、うちの。めちゃくちゃ余裕があるな。攻撃力はそこまで高くなくても、ここまで余裕というか HP にそんだけの余裕があったら全然。もしかするとゴジータに変身しないで終わるんじゃねえかっていう説もあるけどね。こういうパターンも何度かね、結構ありましたから、ね、HP 保ちすぎて。ちょっとドロムを下げるかな。よし、OK。カリフラの出番ですね。なんだと回避？ここで回避か。マジ？いやー、今ご飯の最大の技をなんてことしてくれた。くっそー。あ、ちょ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 、まずいー。がー、うおー、16万か。まあまあ強いな。ちょっとこっから先は油断できねえな、それぐらいに。ちょっとナメプでいるとまずそうだぜ。お遊びはここまでだと言いたいところですよね。まあまだまだまだ余裕っしょ。よしよしよし、いいダメージ、さすが。相性いいし300万まで跳ね上がってる。いいぞいいぞ。さっき400万まで上がったか。お、首から完璧。強い強い強い、強すぎる。370万。よし、いいぞ、このターンで終わる。さあ余裕ですかね、なんだかんだ。
さあさあさあ、おお、こいつか、ナメック星人のやつ。さあ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 、まだゴジータに変身しないんでね、余裕の4つ何かですよ。下だぞかい、一桁だぞ一桁。おい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 、大丈夫かおい。あ、あ、まあ相性合わねえ。そう、待って、こいつ HP 高くね、ちょっと待って、 HP が多いな、めんどくさいな、これは長引きそうだ。まして相性がいい持続性を持ってないからな、ちょっと本当にきついかもしれない。攻撃力に対しては全然良さそうだけど、これは長期戦になるんじゃないかなと思う。だけどここでね、一気にやってくれるのがね、レジットとかですよ。お、2回目のドッカンモード、早い、もっといけるってことか。22万食らったね、ちょっと痛かったな。だがしかし、ここで一気に戻す、形勢逆転といきましょうかな。おい、いい削り方だ、さすがだね。もっと HP 回復するのか、次のターン、次のターンでも次のターン、まあ、次のもんな、まあ、このぐらいしか回復するのか、全然ね。440万あれ、よーし、プリティカル完璧。まだゴジットにも変身しないよ、 HP 全回復。おっと、最終回か、いや、まだ最終回じゃないような気もするが、どうなんだろう、流れ的には最終回っぽいように見えるけど、そんなことないんでしょうか、どうなんでしょうか。言ってたもんね、第6宇宙といったら強敵だよな。待って、なんか普通にかけられたさ、またご飯の攻撃を、最大力攻撃力を持ったご飯の攻撃を避けやがって、この野郎。よしよし、こんな程度か、おい、時飛ばししてくねえのか。あれ、あー、マジ？くっそー、めんどくさいな、これ。やってくれたな。くっそー。なんてこと。入れ替え向こうはきついわ。うわ、ちょっと待って。うわ、ちょっと待って。うわー、ゴジータに前回とけよかった。くっそ、まずい。ちょっと食らいすぎた。マジで油断してる、これ。ちょっと、調子乗って時飛ばしとか言ったからこんなことになってんだ。あー、危ねえ。調子こいたわ、すいません、ちょっと調子こいてました。ちょっとお遊びはいい加減にしろって、おーい、いい加減にしろってところを見せてやりたい。もうマジでゴジータの攻撃を受けちゃダメだって。くっそ、マジかよこいつ、くっそ、誰が、さすがにちょっと切れそうだぜ。手応えがあるのはいいけどな、ここまで来ると油断できるよな。ってなると HP が半分以下なので、さあここで HP 全回復とゴジータに変身、ここで一気にパワーアップだ。さあ本気を見せてやるぞ。これすげえな、気力っていうか気玉がこんだけ綺麗に溜まってると、素晴らしい、いいね。あー、ちょっと食らいすぎじゃないか、ゴジータさん。食らえ、430万だっておかしいけど、やっぱ強いな。おい、避けるか、さすがだね。おっと、まあまあまあ、ご飯なら余裕で。
もし最後だったらちょっとあれだから打っとこう。相性もいいし。使う機会がないのもねちょっとあれだからもったいないからね。よーし KO やっぱ最後でした。はい、ということで初見突破クリアしました。まあ最後でしょうなと思ったんでね、とりあえず必殺技を打ちましたよ。こんだけ HP を残し最後は結局変身しちゃったけども、そんな感じで初見突破いたしました。ありがとうございます。やはりご飯パーティー強すぎる、強すぎました。圧倒的に強い。18分20分切ってのクリアです。さーて報酬報酬30個になりました。あと20個どっかで貯めときますか。ということで今回はドッカンバトルの、新ステージ、第6宇宙の戦い、初見突破クリアいたしました。まあご飯パーティーは最強ということでした。ということで、ね、第6宇宙でしたんで今度第7宇宙でねなんかやってみようかなと思います。ということで皆さん